こんにちは、吉田さん。重ね重ね、昨日ね、今回の楽天スーパーペイペイ祭りすごかったですね。まあ、この情報ね、知らない方もいるんでしょうね。直接自分のお金の関わることなのに、この情報すら取らずに、なんかね、関係ないことに時間使ってるんですよね、きっとね。いや、本当にね、まあ、金金言うなって言われそうですけども、金がない人が金金言うなっていうのは、もう黙っとけって話ですよね。やっぱり、どうやったら自分の資産状況を改善できるかってことを真摯に向き合ってですね、お金の問題を解決したら金金言わなくてもいいんですけども、お金に困ってる人が金金しなくてどうするのかなっていうところがあります。もちろんね、お金に困ってない人の中にもいろいろありますよ。なんかもう完全に依存体質でなんか知んないけどやっていけてる人とかね、自分で問題を改善して、まあお金にね困らないような暮らしを送ってる人とか様々いると思いますけどね。まあ、ちょっと問題大きくなりそうなんで話戻しますけども、今回のねペイペイ祭りは、そのなんていうんですかね、もう見たことないですよ、こんなの。本当にね、どんだけ赤出したいんだと思ったけど黒字なんですよね。だから要するに我々はお金のことを全く分かってないってことなんですよ。でお金の扱い方が上手な人がまさに孫さんですよね。もうなんかウィーワークスのことで大負債を抱えたみたいな形で叩かれてましたけども、誰よりも利益出してますよね、結局は。で私たちはやっぱりその最も利益を出している人に乗っかっていかないといけないかなっていうところもありますし、まさにね、吉田さんのコンビニの例じゃないですけども、あれほど大々的にインターネット中心にスーパーペイペイ祭りっていう風に告知しといて、それを知らないっていうね、このなんか気の毒さ。もちろんちょっと年代いっててね、70代ぐらいでインターネットなんて見てないよみたいな人しょうがないんですけども、今やっぱりね40代以下の方はインターネット毎日、それこそ歩きスマホするぐらい見てるはずなんですよ。でも知らないとか言ってね、もう知らんわって話ですよね。お金の差っていうのは本当にこうやって、そのインターネットでも何でもいいんですけども、どこの情報を見て何に感動するか、誰と関わって何に幸せを感じるかっていう、その人のセンスで出来上がってるんで、いや今回ペイペイ祭りね、使わない人っていうのはこれからも似たようなイベントがあっても全く、なんかこの世のものとは思えないような気持ちで通り過ぎていくんですよね。本当なんかこう、もうペイペイのことじゃないんですけども、ここ10年に稼ぎ方って無数にね目の前を通り過ぎて、まあ、私はできるだけ掴んだんですけども、それでもね、こんな美味しい話を素通りして、どうでもいい話に一生懸命なってるのが、まあ、結局は母体なんだろうなと思いますよね。要するに大多数なんだろうなと思いますよね。なんかね、そこまでシビアになんか自分の命とか人生とか考えてる人ってもう私は、ね、見たことがないですよね。なんかすごく適当っていうか、ぼんやりしてるっていうかね。でそのケツをできてる人が持つみたいな、そんな構図ができていて、その二極化って言われますけども、誰でも二極化の上位の方に行けるのにどうしちゃったんだろうとか思いましたよね。で私もこれからもね、もう負けずに情報発信はしていこうと思います。今回もペイペイ祭りね、スーパーペイペイ祭り、だってあれむちゃくちゃすごい事件ですよね、今回ね。なんていうの、あの安倍総理が菅総理に変わったなんて問題にならないからの大事件が起きていて、でしかも直接我々国民一人一人のお金に関わることですよね。お金に関わって、つまり人生に関わることなんですよ。時間の使い方とかに本当関係するんですよね。だそう考えていくと、私はね、あんまり人付き合いないですけども、みんな寝てるようなもんだと思いますよ、これ。特に毎日インターネットに、まあ、30分でも1時間でもアクセスする人は、なんかすごくね、これに気づかないっていうのはありえないなと思うんですよね。まあ、この年の私でもね、50前にしてる私でもこれ使い倒してるわけなんですから、やっぱりね、少なくとも私よりも若い世代の方ね、まあ、吉谷さんはまあまあ若い世代と分類してもいいですけども、吉谷さんですら、いやもうこれあれほどやってるのにすらって言ったらあれですけどね、何なんだろうなと思っちゃいますよね。もう超ペイペイ祭りに関しましては、もうそのぐらいのことだったんですよ。もう終わっちゃいましたけどね。まさに、ああもうすぐスーパーペイペイ祭り始まるぞってワクワクして待って、もう買い物リストアップしてね、で事前に買うものをほんとシビアに抑えていって、よっしゃ来たぞと思ったら、もう連発して、もうなんていうの、購入購入購入で行かないと。私はね、本当にこのスーパーペイペイ祭りはかなり
行きましたよ、うん、突っ込みましたよ。突っ込んで、しかも先々まで使えるものをしっかりと購入してね、めちゃくちゃ良かったなと思います。こういう風なチャンスをくれてるのに、世の中がね、そのチャンスに目を向けずに、まあ、私はね本当にね、ひどい言い方になりますけども、意味のない会話をしたい者同士でやってるわけなんですよ。そこには何の富もないし、何 の脱出するはしごもかかってないんですよ。でその関係で済んでしまって、なんか喜んでいるというね、まさに、まあ、いわゆる権力者や支配体制のこの、まあ、思うツボというかね、これで遊んどけっつっておもちゃ渡されて3歳の子供が遊んでるもんですよね。私はもうね本当に、ふざけんなよと思いますよね。もうどっちに対しても思いますね。それはどっちに対してもですよ。そんなことでごまかそうとしてる、まあ、権力を持たれてる方に対しても思いますしね。もうそれに甘んじて、もう自分ではしごを探すこともかけることもない、もうまさにね、なるべくしてなっている人もいるんですよ、これ。もうそこはね、そうじゃないんだよってことをこれからも訴えかけていきたいです。私はね、そうなった人をせせら笑ったりするつもりは全くないんですよ。ただもうね、こう火をつけてほしい、自分の心に、うん、なるほどっていうふうにね、そうだったのかっていうふうに気づいてほしいんで、時にはフックする言葉も使いますけども、これからもね、ペーペー祭り以外でもですよ。だって10年前のこと考えてもね、全ての業種の中でアフィリエイトをやるべきだったのにやらない人がいるんですよ、不思議と。というか大体やってないですよね。何なんだよと思いますよね何なんだとお前はで、メルカリが始まった時に、あれ手数料最初 5% とかだったんですからね。メルカリフィーバーですよ。あの時にやった人は勝ってるんですよ。あの後に参入した人はきついと思いますけどね。メルカリの情報数字で買うだけですよ。まあその他もね、まあいろいろありましたけども、暗号通貨とかもね。いや暗号通貨ね、まああれはちょっと不確定要素があるんで、吉田さん言われたようにマイナスになることもあるんで、まあちょっといまいち慎重になった方がいいかなと思いますけど、まあまあ YouTube ね、いや YouTube ね、これほどまで、ね、はっきりした市場なのに、いや YouTube はね、発信しないとね、やっぱり発信しないと YouTube をやったことには、まあ、なるけど、まあお金に困ってない人はね別にどうでもいいと思いますけども、一日も早くお金を手にしたいと思う人はやっぱ今はマックス YouTube ですよね。で YouTube はこれからもまだまだ伸びていくんで、今更やっても遅いだろうって人の耳を貸すことはないです。今更やってもいいんですよ。だって5年前始めた人はもう5年、もう今やってないですからね、5年前に始めた人。だから早ければいいってもんじゃないんですよ。今から始めても継続すればいいんですよ。早くても辞めてる人は結局は何もならずに終わってるんですよ。なんか YouTube 何だったかな、ハンモック YouTuber みたいなのね、一生懸命ね、全国でいろんな方がセールしてましたけども、まあ終わってますよね。特に私がお会いした YouTube のコンテンツをセールしてセミナーとかやってた人はもう一人残らずお金がなくなりました。てか元々ないんですよ。もう儲けたふりしてね、YouTube のアカウントでこうやって儲かってますって言うけど、あなたのアカウントを見せてくださいって言ったらね、一人たりとも見せたことがなかったですね。まあちなみに私のアカウントはこれですって見せましたよ、先に。まあとにかくね、世の中にはすごくね、逆転の情報は渦巻いてるんで、それだけを見ていけばいいと思うんですよ。ね、一番簡単なのはペイペイ祭りですよね。全然隠された情報でもないし、この情報は有料で売ってるってものでもないですし、なのに得するわけですよ。私昨日はね 49% とかでしたよ、吉田さん。 49% バックがつくんですよ。何なんだよと思いますよね。車売ってたら買いますよ、私は売ってなかったけどね。いやだからペイペイ祭りで買えるものってのは、パーセンテージがつくものってそこそこのものにはやっぱり限られていましたけどもね。土地とか家とかあったら買ってましたね、私はね。いやビットコインを 49% 売ってくれやみたいな感じですよね。まあそういうのはなかったということでございますけども、なんですかね、ソフトバンクグループは、私はね、セブンイレブンも傘下に収めるんじゃないかなと思ってますよ。コンビニは今これから社用ですからね、すごいことになるんじゃないですかね。まあ、そのぐらいのことを想像してもいいかなと思っております。そして吉田さんの言われた、そのやらないことをやっていくね、これすごくいいことだと思います。誰しもね、自分のできることをやっちゃうんですよ。だから過当競争になって、自分のできることがどんどん陳腐化して二束三文になっていくんですよね。いわゆるしがみつくってやつですよね。
まあ、はっきり言ってね、私が思うんですけども、できることをやるのももちろんいいんですけども、3年前と同じことをやってると思ったらもうね、終わってると思ったらですね、やっぱりどん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 変えていかないといけない。まあ変わらないものといえば情報発信をするってことじゃないですか。ただ情報発信の内容変わってますからね、コンテンツ、要するに商品が変わってるってことなんで、まあ唯一情報発信っていうのは未来永劫、昔もこれからも情報発信っていうカテゴリーが続くんじゃないですかね。あとはね、何かを作る仕事っていうのは本当にもう過ぎ去ってしまったのかなと思うんですね。作る仕事っていうのはもう量産は人間じゃない方が簡単にできちゃったり、あとそもそも物が溢れてるんで、もうそこから勝ち残っていくことはもうかなり難しいでしょうね。まあ何が言いたいかっていうと、ペイペイ祭り逃した方はいやもったいなかったですね。まあでも買うものがないんだったらあまり関係ないですけども、買うものがない人って多分いないと思うんでね、最悪いなければね、転売目当てに仕入れとってもいいんですけどね。いやということで、スーパーペイペイ祭りについて再度ぼやくでございました。